花屋は儲かる業種と思いますか。はい。うん。もう即答ですね。まあ早かった。だいぶ食い気味できたから。まあそうやろうとは思うけど。儲かるか儲からないかで言ったら、うんうん、その先細りはしていく業界だとは思うんだけど。うん、これから先。うん。なんだけど。うん。もうちょっと、うん、やっぱり市場の人たちを見ててとか、うん、農協の人見ててとか、うん、そのフェイスブックでいろんなもの見ててとか思うのが、うん、もうちょっと利権とかさ、そんなに縛られんとさ、業界のこと考えようやとは思う、うん、すごい思う、うん、例えば、うん、1個の花の同じ品目をどの産地も作ってるでしょ。いやそうじゃなくってさ、うん、みたいな。例えばその県同士でさみたいな、なんかこう手取り合ってさみたいな、なんかこの産地、この県はこの産地、じゃあこの品種作る、この県はここの品種を作るとか、もうちょっとこうさ、まんべんなくみんなのどこの農家さんも同じような金額は作るような品種をまんべんなく作るとかさ、みたいな。売れる品種ばっかり、あそこも作る、ここも作るってお互い潰すとか、そういうのじゃなくってさ、とか。あと、運賃にお金がかかるんだったら、もう市場同士でお金を出資して、例えば1個のスポットを作っちゃって、うん、利権がどうのとか関係なく、それぞれの市場のそのハブステーションじゃないけど、そういうのちゃんと作っていろんな産地のやつを送ろうよとか、まあそういう市場同士の共存共栄、うん、産地同士の共存共栄をもっとやるやろうとか、うん、あとプロモーション下手だよねと、この業界はっきり言っちゃったけどごめんなさい皆さん、みたいな、何がっていうのを言うとまたあの叩かれるかな、うん、そうやね、そうそうそう、プロモーション下手だなと思う、うん、でも今回のコロナで、うん、やっぱりそこら辺をね、もうちょっとこううまく、うん、利用っていう言い方よりもうちょっとこう提案、うん、みたいなのができたらもっとあれなのになとは思ったり、うん、あとあんまりこれ誰にも言ってないんだけど、うん、100均っていうものが存在するんだったら、うん、高級志向の店と、うん、その日用品とかそのカジュアルに物を買える店っていうのを、もうちょっと花屋もうまく、うん、花屋同士の共存共栄じゃないけど使い分けができるようになっていったかなと、うんうん、安いものを売ってまず、うん、その値段で裾野を広げます。でそこでそれをうまくやった人たちがそのものに対して価値を感じるようになったら、うん、絶対的に高いものに手を出していくはずだから、うん、その仕組みをちゃんと作れるような業界になっていけば絶対先細りしないのになと、うん、だからコチョウランいくらだったら買う、鉢物、普通のコチョウラン、うん、自分で育てるのにいくらまで出せる、自分で育てるのに、そう、あ、俺が育てんの、そうです、コチョウランをまずは三本立ちと、いや、うん、どういう三本立ち、あのね、自分の趣味に、要は自分のお小遣いでいくらまで出せるっていう話、ああ、うん、だから例えば自分が700円でコチョウランの株を一株、うん、お小遣いでどうしてもそんな興味ないけど、うん、なんかやってみようかなって思う値段が、うん、例えば500円でした、うん、で500円でコチョウラン売ってるなんてまあないやん、店、うん、うち売ってるけど、売ってるかい売ってるよ、売ってるよ、でもそこでコチョウランを育てる楽しさっていうのが分かったら、うん、いろんなものを集めたくなる人って絶対出てくる、うん、でそうなってきたら、例えば2000円でこんなちっちゃいコチョウラン2000円で売ってる店で、うん、その人がたまたまその店の前を通ると、うん、その2000のコチョウラン手出すかもしれない、うん、安いので自信がついてる、うん、じゃあもっとそれを広めていったら、うん、今度1万円のコチョウランでも手出すかもしれないじゃない、うん、自宅用で、そう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 、うんうん、そういうようなその、うん、雪だるま方式でちょっとずつの大きいものを、もうその人がそのものに最初から1万円のコチョウランを自分のお小遣いで育てるために買うのかって言ったら絶対買わないじゃない、うん、でそうなってくるとその業界って絶対的にその先細りしていくよねと思う、うん、なんとなくね、うんうん、まあ、趣味ってそういうもんやもんね、最初は安いものから入っていってハマっていったら、そのもののお金をちゃんと価値って分かってくるじゃん、うん、そのものに対する価値、うん、金額じゃなくって、うん、でそこのプロモーションというかアプローチの仕方がこの業界すごい下手だなとは思う、うん、むっちゃ下手だなと、うん、だから逆にうちの店でね、エアプランツも今兄ちゃんガンガン売り上げてるけど、うん、
まあまあ叩かれてるみたいやからね。2チャンネルとか。なんやろ、その最初はじゃあ500円とか700円で売るコチョウランの葉っぱの色も気にせず、うん、葉っぱの大きさ締まり具合も気にせず、根っこも気にせず、花のバランスであるとか何にも気にしない、そんなも気にせずまずは入るけど、2000円と比べたら確か2000円のってこんないいなっていうのが分かる。そうこんな品種があるんだ、2000円か、でも頑張って出してみようかなとか、うんうん、葉っぱの色が綺麗とか、花が綺麗とか、長持ちしそうとか、この品種が面白いとか、うん、この業界にお金を出してくれる人が、もっとアプローチちゃんと考えたら増えるのにだとか、じゃあ言ってたその花を日常的に買う3割の人たちを、もしかしたら、ちゃんと業界として取り組んだら5割に増やせるかもしれない。じゃあそしたら生産者ももっと増えるかもしれない。減っていくばっかりだからね、今。じゃあもうちょっとその生産者が増えたらもっと量産できるようになって、もっとみんなが日常的に花を買う生活っていうのがヨーロッパみたいに根付くかもしれないと思うと、やり方考えたりとか利権やどうのとか、そんなのしがらみとかさ、どうでもいいやん、ちゃんと業界のこと考えようやとは思う。まあこのこれを見た人たちが何を思うかは分かんないし、お前が何言っとんねんって思われるかもしれないけど、いやいいよ、俺はもうこれは言いたい方だ言うと俺はもう決めてるから。でもやっぱり自分でやっぱりその何の関係もない業界から入ったとか、一本18のね女の子がね一人暮らししててね、300円のお花買うってまあまあ高価なもんだからね。でもそれをきっかけにこうやって人生変わった人がいるとか、それをきっかけに花を買うのが日常的になった人がいるとかっていうのが身をもって体験してると、やっぱりこの業界先細りしていってるけど、儲かるか儲からないかでいうと儲かるとは思う、ね、夢があるかないかでいうと夢がある世界だとは思う。ただ思う。はい、こんな感じでいいですか。はい、OK です。まだ聞かないといけない、まだいっぱいあるんだな。いっぱいあるな。いやでも、じゃあ最後に、花屋を、まあもちろんその佐藤さんのところは事業を継承してるお店になるから、一から事業を立ち上げたっていう開業にはその至ってないけど、でも業界としてじゃあ仮に20年働いてるっていうその視点から言って、花屋を開業したい人たちがもしいるとするならば、じゃあその開業するにあたって何をどうすればいいっていうアドバイス。とりあえず、ハサミと水とバケツと新聞があれば仕事はできる。どっかで聞いたことありそう。まあそうやね、あのつまり最初のコストをあまりかけずに、とりあえずはやってみようみたいな。そうだから、あの最初のイメージでどんな店にしたいとか、こんなおしゃれな店がいいとか、インテリアはこれでとか、内装はこれにして、ペーパーはこれとこれでとか、もちろんこだわる部分があってもいいとは思うんだけど、とりあえずやってみなとは思う。うまくいったらそれで資本が増えるわけやから、 そっから何でもすりゃいいじゃんみたいな、増やさずに最初から使うばっかりじゃダメよっていう。それは思う。とにかく形から入るタイプでもいいよ別に、でもやってみまずって思う。そっから分かることは多いと思うよ。あとね、一番の人には怖がらずに話しかけた方がいいなと思う。いやでもそれね、あれ女性はいいと思うやん。いや男の人の方がいいよ。タバコ吸える人まだ圧倒的に有利だよ。あ、そうなん。みんなタバコ吸うところに集まるじゃん。ああ、確かにね。でしょ、私タバコ吸わないから、なかなかやっぱりあそこに入っていけないから、ネットワークまだまだ少ないもん。わかるよね、わかるよね。タバコ吸わんでも、いや俺も吸わんけど、吸わんけど自分は特殊や。だっていきなりさ、お互い多分喋ったことないのに、いきなり、お店行っていいですかから来るのなんて自分ぐらいだね。いや、そう、あの時は無償にいろんな花屋さんだから、その花屋さん巡り、でもあの自分の興味のある花屋さん以外には、絶対言わへん。まあ目立つしね、私。目立つ。で、もともとどんな売り方してるもん、もう知ってるし。え、でも本当に最初から分かってた、西日本で。いや、神戸の時から知ってる。え、私が西日本に行くのもじゃあ知ってた。もう知らんかった。
で荷物集めるの引いてるのを見て初めて思い出した。あの時ちょうど花屋さん巡りをしている真っ最中で、うんうんうん、でちょうど鶴見なにわの花屋さん、うん、ある程度片っ端から声かけてある程度も行って、うん、次西日本で行こうみたいな、うんうん、で西日本でも知ってる人ある程度も行って、であとは知らん人に声かけなあかんな、でプラスアルファで自分の、うん、そう自分のやっぱりこうためになるような、私ためになるなるかならんかって言ったらそれはなるよなるんかそうか、佐藤さんのあの店っていうのもね別格やから、そんだけ市場の人が流行ってる流行ってるっていうお店ってまああんまりない、業界でももう流行ってるところってもあそことこことここでも決まってるラインナップが揃ってるんよね、突出して今からぐんぐん出てくるっていうのはあんまないんよね。だってもう店舗はもう量販で行くかギフトで行くか、うん、普通に小売りでね、うん、あの細々と行くか、うん、もう決まってるんやもん、うん、その業務形態は、うんうんうん、だからそのスーパーのパック屋さんをやってる人が、うん、店舗をもらったから、うん、その効率よく機械化してどうのって、これはまあ稀にはあるけど、うん、店舗自体が、うん、その前はこうやったけど、うん、こういう薄利多売に切り替えてこんなに伸びしろが言ってるってあんま聞かん、うん、まあ、最初にある程度は決まってる、それを方向転換パーンってしてパーンって伸びるようなとこっていうのは、スターチス100円で騒いだらあんだけ群がんの客みたいな、うん、特殊あの実体験は面白いよ、うんうん、40ケース最初だから、ね、西日本で達郎いるでしょ、うん、80ケースいっていいですか、いや無理っす、さすがに無理です、さすがに40ケースはさばきます、ね、あと残り40ケースはどうにかしてくださいね、うん、とか、うん、でもあれ100円で売ったら、うん、1日で30ケース、うん、まあ いけんことはないけど、だって1ケース10人でしょ、うん、300人に売ったらいいだけでしょ、うん、いけるけど、まあ、1人が1束持つとは限らない向こうで手を打ってる手を打ってるいや、一人一束として300人いけるいける、うん、だってうちの、だって自分の新宿のところの店とうちの店だったらいける、いや、うちは行かれへんよ、いける、絶対行ける、いや、大丈夫です、行かれへん、いける、やってるの面白いから、うん、もう向こうで笑ってるけど、めっちゃいや、だって考えたらそうやん、うん、まあ確かにね、客数さえ把握してたらさ、うん、一人一束買うとして何束、うん、何日で何束、うん、何人にしろ、500人が3日来る、うん、1500人、うん、でそのうちの500束あいけるいけるみたいな、その、 あの計算方式もまあ間違えてるし間違えてた間違えてた嘘、うん、でまず大阪のうちの客層と西宮の、うん、一緒、違う、絶対一緒やって、そこは絶対違う、いや一緒やって、あのうちの方が下やと思って、いやうちの方が下やと思って、絶対それはないわおかしいな、まあそれぐらい、うん、まあ、あのむちゃくちゃな店っていうのは知ってるからいやあの、うん、周りから見たらうち、うん、こことここね大概むちゃくちゃな店と思われてるんですよ、まあまあ特殊は特殊やけど、そうよ、まあ、そういう特殊な店とかそういう人に魅力があるところは俺は行ってみたいなっていうので、うん、最初声かけてよかったです、そうそう、うん、まあでもそれがあるから今こうやって YouTube 撮ったりね、喋ってるっていうのもあるから、まあそこに至るまでにね、そう自分が花屋であの花屋やろうとか思わなかったらこういうのもないし、ね、あ、そうあちら撮る子買ってなかったらここにもいない、あ、そう人の縁って不思議だよ ね本当に、ね、確かに、そうまあ結構 YouTube もねいっぱい撮ったから、まあこんなもんで終わりましょうか、はい、それでは今日はあのお疲れ様でしたケンズの佐藤さやかさん、はい、来てもらいました。よろしく。このうちのお店にもぜひどうぞ。はい。じゃあ皆さん行ってください。はい、ありがとうございます。さようなら。お疲れ様でした。